2013年度の経常収支が発表され、黒字額が初めて1兆円を割り込み、過去最小となりました。財務省が発表した海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す2013年度の経常収支は7899億円の黒字でした。黒字額は3年連続で減少し、過去最小だった前年度より 81% 減少しました。財務省によりますと、投資による利子や配当などの所得収支の黒字額が16兆円を超えました。しかし、円安などでエネルギーの輸入額が増加し、貿易赤字が前の年より5兆円以上膨らみ、過去最大となる10兆円となったことが、経常収支の黒字額を縮小させました。